本日はですね、いつもの研究会ではあるんですが、この核共有の現実の出版記念イベントでもあります。で、これは2月に出版されたんですけども、コロナもありまして、なかなかリアルでお披露目の機会がなかったので、その間に世の中ではいろんなことが起こっておりまして、もちろんウクライナ戦争も始まり、そして、安倍元総理、ちょうど1年になりますけれども、核共有に関して問題提起されたこともあって、かなり我々もいろんなところで核共有についてお話しする機会はあったんですが、でそういうことで、核共有に関してはそれなりに議論がされてきたかなと思うんですが、私たちが思っているのは、その核共有と核協議、ニュークレアコンサルテーションというのは、不可分な制度であるというふうに思って、この本作りましたし、そういうふうに研究してきましたけども、じゃあ、核協議ってどういうもので、どうあるべきなのかっていうことについては、まだまだ、オープンな議論というのはなされていないと思います。で、核に関しては、やはり、オープンな情報、限られてますので、非常に、やりにくい面はあるんですが、さはさりながら、冷戦期に蓄積されたそれなりの知識というものはあると思いますので、本日は、まずこの本の執筆メンバーに入っております、新垣先生と倉科先生に、NATO の核協議の現実ということで、NATO の経験を話していただいて、そもそもなぜ核協議であったのか、そしてそれがどのような制度で、どのように機能していたのかというお話をした上で、さらにその NATO の経験と日本ということで、日本における日米協議のこれまでの実態のようなものを吉田先生にお話しいただいて、で後半それについて、議論をしていけたらと思っております。大体前半3人の先生方に20分ずつご発表いただきまして、でそこで一旦締めまして、でここまでは録画しておりますので、後ほどオンライン公開動画をしたいと思っておりますけども、後半は休憩挟んで、チャタムハウスで、ディスカッションができればなと思っておりますので、どうぞ。今日はちょっと長時間になりそうですけれども、よろしくお願いいたします。で、ぜひこの本を買っていらっしゃらない方は、一冊お求めいただければと思います。それでは、始めていきたいと思います。では、まず、新垣先生の方から、ご発表のタイトルはいただいているんでしょうか。資料、お手元にありますね。核協議のアメリカと核協議、ケネディ政権による核協議制度提案に至る要因ということで、約20分で、ではお願いいたします。私はこの本の中ではですね、当然核共有、核協議、両方扱ってはいるんですけれども、どちらかというと核共有の制度がどのように生まれてきたのかというところを、メインで書いたわけなんですけれども、本日はそのもう一個、今山先生からもご説明ありましたけれども、もう一つの柱であります、NATO 核協議制度、もっと具体的に言うと、核計画グループの、起源について、どういう要因があったのかということについてお話しさせていただければと思います。で、具体的にはですね、当時、この NPG ができる起源となったのは、できたのが66年の12月になるわけですけれども、その起源というものは、ケネディ政権、61年からの中の議論。もっと言うと、本当は50年代後半のですね、民間のシンクタンク、ランド研究所の議論というものがもう少し延々としてあると思うんですけれども、本日はそのケネディ政権においてどういうことがあったのか、で、その具体的な提案がなされたのが1962年の5月以降なんですけれども、そこの背景にある、その、米国政府の中での考え方、あるいはその、
ロジックについて、お話しできればと思います。で、結論から申し上げますと、一番、まあ、いろいろ、要因は、あるとは思うんですけれども、一番、私の、認識で言うと、一番大きな、その、軍事的な要因、軍事的な情勢に関する判断が大きな要因として、一番大きかったのであろうと考えております。で、それでは、手元の資料に沿って順番にお話し進めさせていただきたいと思います。やはり一番大きい出来事としてあるのが、ケネディ政権が成立した61年1月直後に、ケネディ政権の中で、まあ、NATO 政策、政治、軍事、経済に関する、まあ、将来にわたってどういう政策をすべきなのかという見直し作業が行われました。これはディーン・アチソン、元国務長官を筆頭として、その下で、まあ、その当時のその政府内の有識者を集めた議論というのがなされるわけですけれども、それが1月から3月まで行われて、その報告書が3月出ます。でそこでの議論が、まあ、後のその核協議制度の提案につながると考えております。で具体的にどういう議論なのかということなんですが、まあ、報告書自体は、まあ、70ページぐらいありまして、JFK ライブラリーのウェブページで、ダウンロードできますので、もしご関心のある方は、ぜひ、お読みいただければと思いますけれども、まあ、政治、軍事、経済、それぞれ細かいことが書かれているんですけれども、その中でも軍事面に関する分野で、どういう議論がなされてきたのかということなんですが、端的に申し上げますと、その50年代、米国が掲げてきた核戦略の前提に対して大きな疑念、前提がもう成り立たないよねというような形で、状況判断がなされたというところがございます。で、その前提と、50年代の核戦略といいますと、ご案内のように、アイゼンハワー政権が掲げてあった大量報復戦略ということなんですが、その前提としては、まず最初に3つ要素があるかと思うんですけれども、まずその米ソの戦力バランスについて、核戦力バランスではアメリカが圧倒的な優位にあるものの、通常戦力においては全く逆の形で、ソ連の方が、米軍あるいは NATO の軍よりも強いと。比で言うとよく言われるのが1対25ぐらいあると。そういう、それぐらい通常戦力で差があるので、その差を相殺するためにも、核兵器を早期に使用して、あるいは使用するということをあえて言うことで抑止をしなきゃいけないという考え方があったのですが、その60年から61年のその見直しの中で、いろいろとこう、実はソ連軍の編成とかを考えてみると、実印で見ると、実はもっと差が少ないんじゃない？通常戦力ですね。すいません。で言うと、だいたい1対4ぐらいから1対6ぐらいのところなんじゃないかというところがまず一つありました。で、核バランスについては、アメリカの方が圧倒的優位にあるというところは変わらずというところで、そういう意味で通常戦力、核戦力、両方において、アメリカと、ソ連側の差がそこまでないんじゃないかという認識がまず一つ出てきたというところがございます。でもう一つは、じゃあその戦争がどういうふうに起こるのかということなんですが、アイゼンハワー政権の時代の、まあ、公に出ている戦略の前提としては、ソ連軍は、まあ、あるいはワルシャワ条約機構軍はいきなりこう全面戦争を仕掛けてくるという、そういう前提が書かれているわけなんですけれども、まあ、58年からのベルリン期もありましたけれども、実際に、この核戦力の差を考えた場合、ソ連側がいきなりその核戦争を仕掛けてくるのは合理的ではない。むしろ、それよりも、まあ、今で言う、有名な、繰り返し使われてますけども、いわゆるサラミスライス戦略という、その、徐々に、かなり限定的な、戦争を仕掛けてくるんじゃないか。でそれも、核兵器を必ずしも使うものではなくて、通常戦力による限定的な戦争を仕掛けてくるんじゃないかということで、蓋然性としては、それまで前提とされてきた全面核戦争が起こるよというプロバビリティよりも、限定的な軍事衝突が、の蓋然性の方が高くなる。というふうに、このアチソンの、
見直しの中で、一つ認識が生まれたということになります。で、もう一つは、限定的な軍事衝突の蓋然性が高まるとなると、そこで懸念されたのが、小さな戦争が、武力衝突が、核戦争までエスカレートするんじゃないかという、エスカレーションに対する危機意識というのも、この時期に、この報告書では、そこまで、前面に出されてはいないんですけども、認識が高まったと。そうした場合、本当に核兵器を使わなくちゃいけない、場自体が出てくるよねということで、ただその場合、大量報復戦略の、に沿った形で考えると、一気に使うか、あるいは使わずにもう負けてしまうかという、かなり究極の二者選択を迫られるというところで、選択肢がかなり限られているという、そこが問題だということで、そういった指摘が3番目のポイントとして出てきたわけです。で、もう一つは、ただその核兵器の使用に関しては、それまで、その当時ですね、アメリカが、在用配備している核兵器、ほとんどが米軍が保有しているものですので、拒否権を事実上持っていたわけですけども、これについては、今後も維持するべきだという、そういう、結論が示されたわけです。で、このアチソン報告書だけではないんですけども、こういった議論を前提として、その後1年ないし、2年ぐらいにかけてですね、ケネディ政権の中で、核戦略に関する、いろんな議論が出てきたわけですけれども、後に、ある程度修練した形で、輪郭が、出てくるということで、それが、柔軟反応戦略と呼ばれるものになるわけです。で、柔軟反応戦略というその政策文書があるわけではないので、なかなかこういう定義ですというところが見出せないところではあるんですが、集合的に判断する中で共通している論理というのが、通常、三つあるかと思います。で、一つが、通常戦力を強化する必要がある。すなわち、一番起こりやすいソ連側の侵攻の形態というのは、通常戦力であるということで、いきなり核兵器を使うことは、あまり合理的ではないという判断から、こちら側も相手の通常戦力を抑止、あるいは抑止が崩れた場合に対処するための、手段、すなわち通常戦力を強めなくちゃいけない。そういう点が一つ出てきました。で、もう二番目のポイントとしては、相手のその脅威に応じて柔軟に軍事的な対処を行う必要があると。これは選択肢を増やそうということになるかと思いますけれども、で、柔軟に軍事的対処を行う必要性が高まったがゆえに、3番目のポイントにつながるんですけれども、それを、じゃあどういう対処を行うのかという、そういう C 系統というかですね、具体的にその NATO としての軍の動き方について、一元的に、中央集権的にコントロールしなくちゃいけないと。勝手に、例えば西ドイツが、強く反応しちゃったりとか、あるいは逆に、例えばフランスが動くべきなのに動かないとか、もしくは、ありえない、可能性は低いですけども、イギリスがいきなり核爆弾を使うとか、今のは、私のその、家庭的な話ですけども、そういうそのバラバラに動くのではなくて、ある程度そのコントロールされた形で対処していかないと、エスカレーションしてしまう危険もあるので、当時の、厳しい言い方かもしれませんけれども、合理的に戦争をすることができないという、そういう議論が当時出てきたわけです。で、そういった議論を表の場で、示したのが、次のマクナマラ提案というところで、62年5月、NATO の閣僚会議でのそのマクナマラの発言なんですけれども、そこで、柔軟反応戦略と呼ばれるような、のコアになるようなが、ロジック。今、説明申し上げたような、ロジックというのが示されるんですが、その中で、アメリカの核政策に関して、米国政府としては、同盟国との間で情報共有をする用意があると。で、事前に、共通認識の形成の必要性があると。で、この共通認識は何の共通認識かということなんですが、核兵器をどういう状況で使うのか、あるいは使わないのか、
そういった、まあ、事前計画という言葉はありますけども、使われましたけれども、そういったその核兵器の使用に関して、ある程度、同盟内で、共有認識を作る。その必要があると。というのは、エスカレーションすることがある程度想定されておりましたので、ことが起こってからの対処だとかなりバラバラになる可能性があるので、事前にある程度合意しておくことが必要だという、そういう論理なんですけれども、それを、まあ、文言で言うと、ここに引用しましたけれども、アメリカ自身の核戦力についての情報を提供し、そして継続的に核兵器の使用に関する基本計画や体制について協議を行う予定であるということで、ここが、まあ、後のその NPG につながる NATO の核協議制度の、まあ、起源なのかなというふうに考えております。で、ただ、それからですね、実際に NPG という形で核協議制度が成立するまでは、まあ、いろいろとプロセス、時間がかかったということで、まあ、道のりというふうに書きましたけれども、その前多分長い道のりだというふうに考えてはいるんですけれども、まあ、いくつか壁となる障壁となった要因があるのかなと思うんですが、まあ、マクナマラ自身は情報を提供すると共有する意向であるということを言ったものの、実際に具体的な情報が共有されなかったということがあります。これは倉科先生のチャプターでもうご説明されているところではありますけれども、NATO 核委員会というのが設置されたんですけれども、そこでの情報共有というのはなかなかなかったというか、あまりこの機能がしていなかったという、こともありますし、あとは、アメリカの戦略軍ですね、戦略軍の、オマハの司令部に、連絡官を、まあ、NATO の、どの同盟国、ま、の、全部の加盟国の連絡官なのかちょっと、把握できてはいないんですけども、連絡官を置いてはいい。置くという制度が始まったらしいんですけども、まあ連絡官は連絡官なので、そこ、あまりこう情報共有がちゃんとなされてなかったということも、記録としては、あります。ですので、最初はその情報共有するといったものの実態のその行動が伴ってなかったというのが、まず一つの、障害要因として、あったんだというふうに考えております。で、もう一つは、まあこれは直接的な関係があるわけではないんですけれども、そもそも柔軟反応戦略に対する、まあ、疑念というかですね、というものが、NATO の同盟国間でもありましたし、アメリカ国内、政府内、特にペンタゴンの中で、軍の中で、その合理性というか、そういうふうに変えようという、インセンティブというものが、なかったというふうに、まあ、いろいろ研究をそういった研究が多く出されております。で、一つがですね、その通常戦力を強化することに対する拒否感というか、これは非常に荒い言い方をすると、そのお金の話ということになります。やはり核兵器、しかも米軍がたくさん持っている核兵器に依存していた方が、まあ、欧州の国々としては、まあ、楽というか、いちいち人を増やすということは、いろいろとその装備に関しても、管理の面に関してもお金がかかるということで、なかなかその通常戦力、重要だよねというところで合意はするものの、政策として実現することがなかなかなかったということがあります。で、もう一つその、米国政府内の柔軟反応戦略に対する慎重論というところなんですけれども、実際に、この時期、核戦力、アメリカの核戦力、アメリカの中でも核戦力の方が、強化されていて、で、まあ、サイオップが60年代頭に、攻撃計画の、ターゲティングリストの文書ですけれども、サイオップが、出てきましたけれども、それが、具体的に柔軟な選択肢を提供するまでに変えられたのは、後の、カーターですか、シュレーディンジャーの時代まで待たなきゃいけなかったというところが指摘されております。ですので、まあ、情報共有、核協議制度が進まなかった
直接的な原因としては、その情報共有に対する、消極的な姿勢というのが、実はアメリカの軍の中であったという、まあ、ちょっと NATO のシェイプの中で、どうだったのかというのはちょっと確認が取れないんですけども、多分そういうことなのかなというふうに今私としては考えておりますけれども、プラス、その、もっと背景にある大きな、要因としては、柔軟反応戦略、バッとこう大きく大々的に、出てきたわけですけども、それが、実際に受け入れられる、受容されるプロセスというのはかなり時間がかかったんだろうというふうに考えております。ですので、まあ、ここに、レジュメの方に、61年から66年までの、まあ、簡単な関連年表を、載せましたけれども、まあ、一つの大きな要因として、その核協議制度というものが、実現するまでに、ある程度時間を要したという背景には、そういった今申し上げたような要因があったと、のではないかというふうに考えております。で、まあ、最後になりますけれども、まあ、核協議制度、ケネディ政権が提案した、まあ、理由というか、要因は何だったのかということなんですが、まあ、繰り返しになりますけれども、やはりその、それまでの従前の核戦略、大量報復戦略の前提に対する疑念というものが、政府の中で、政権として、強まったということで、より、そこはすごく真面目だなと思うんですけども、本当に戦争、核戦争を行うことを真剣に考えたんだろうと、多分50年代、脅威はあったけれども、はい、核戦力でのその差は大きいがゆえに、実際にそこまで戦争が急に起こるとまでは、核兵器を使うことが想定されてなかったんじゃないかというちょっと推測してるんですが、肌感覚としてですね、あるいは核兵器を使用することに対して、あまり抵抗はなかったんじゃないか、現場についてはですね、思ってるんですが、ケネディ政権になると、その核兵器を使用する蓋然性が高まった一方、核兵器を使うことの合理性に対する、疑念も同時に強まっていたと。まあ、使えない兵器という、いろいろなロジックは立てるんだけども、一発でも使ったら、後のコントロール本当にできるのかというところについては、多分、マクナマラ本人、あるいはケネディ政権のそのホワイトハウスの中でもですね、かなり強い疑念を持ってる人が多かったんじゃないかというふうに、ちょっと見て取ることができます。で、すいません、ちょっとずれましたけれども、最後のポイントとしては、核協議制度を必要としたその、直接的な要因といたしましては、まあ、核兵器の運用、あるいは使用の方法について、まあ、事前に戦争が起こる前に、あるいは危機が起こる前に、同盟内で、共通認識、もっと言ってできれば計画について合意を形成したかったという、そういう意向が、あったというところが、言えるのではないかと考えています。先時間になりましたので、私からは以上です。はい、ありがとうございました。まあ、今日は核協議制度に集中してっていうことで発表していただきましたけれども、このまさにこうパラレルで核共有っていうのは戦略核の核共有の検討を MLF という形でして、それが頓挫したところで、やはりここに協議制度を重視するっていう方向に戻ってきたという流れがあったと思います。で、これケネディ政権ですけども、当然今のバイデン政権も民主党政権として、こう、蓄積の延長線上にいますので、相当いろんな彼らがやってる議論というのは、この時代を当然ながら踏まえて今やってるものと思って私は見ております。それではその今度は、核協議制度、今、ニュークリアプランニンググループ、核計画グループというのが一番 NATO における重要なフォーラムだって言われてるんですけども、その成立とそれから運用のについて、同志社大学の倉科先生の方からご発表いただきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。倉科でございます。よろしくお願いいたします。ちょっとレジュメの方がですね、タイムなものになってしまいまして、かつ、荒垣先生からのご報告と被るところもありますので、適宜その辺は省略しながら進めさせていただきたいと思います。大丈夫です。
はい。はい。それでですね、まず、最初に、NATO における核協議成立の背景と申し上げましたが、ここはちょっと省略、基本的には、荒垣先生と重なるところですので、省略いたしますが、やはり、一点だけ、後の話ともつながりますので、確認として申し上げておきたいのは、やはり、NATO というか、ヨーロッパ正面においては、どこかの段階で核兵器を先制使用しなければいけない、ソ連の、通常兵力には対抗できないんだというのは、今おっしゃっていたアチソンの報告がありながらも、やはり非常に根強いといいますか、なかなかそれが、ひっくり返ることはなかったというのが、やはりこの話における全ての出発点になるんだろうと思います。で、あるからこそ、いつ核兵器を投入するかというのが非常に重要な、そして誰がそれを決めるんだというのが非常に重要な問題となり、それが、NATO における核協議というものの、主な議論になっていき、で、結論を先取りすれば、多分結論は出なかったということになるんだろうと思います。で、2のですね、各政策部会、NPG の成立についても、前半部分は重複いたしますので、争点としての構成のところまでちょっと飛ばさせていただきます。で、荒垣先生からご指摘ありました通り、1965年5月にですね、マクナマラから、選抜委員会創設の提案があり、実際に66年12月に、NDAC、それから、NPG の二重立てという形で、核協議体制、NATO における核協議が始まっていくわけですけども、この協議が非常に長引いた一つの理由はですね、どの国がここに参加して、どの国が排除されるのかという、まさにこの決定に関わる問題でありました。で、当初からマクナマラは、小規模の閣僚会談というのを強く求めておりまして、それはですね、彼の考え方としては、閣僚が、いわば個人のベースで、フランクに、自由に意見を交換すべきだと。だから議事録も取らないし、補佐官も置かないし、できるだけペーパーも出さないでおこうという、かなり非公式な議論を想定しておりました。で、当初ですね、マクナマラが想定したのは、4ないし5カ国ということで、これはほぼ間違いなくアメリカ、イギリス、フランス、西ドイツ、そして入ってイタリアぐらいの規模であったと考えられます。しかしながら、ということはですね、結局NATO の中小国、特にですね、オランダであるとか、ベルギーであるとか、その辺の国々がですね、入れないということになりますので、ここから非常に強い抵抗というのが生じてまいります。で、その結果ですね、例えば、6月に設置が決まった特別委員会は、実際に協議を始めるのが同じ65年の11月になり、11月の段階ではですね、自由参加の特別委員会と、数を絞った、部会による、いわば二重の構造を取るというような形になったりですね。で、それがそのまま NPG と NDAC に、適用されて、NDAC は自由に入れるけれども、NPG は参加国を制限するとかですね。で、参加国を制限したら、しかしどこが入るのか、ということで、また揉めたりということで、非常に時間がかかったと。いうことでございます。で、後との関連でちょっと申し上げれば、最終的にはですね、NPG は常設メンバーとして4カ国、つまり核保有国である A、B と、非核保有国である、西ドイツ、イタリア。ただ、フランスは、もう、ほぼ、軍事機構から抜けておりますので、この段階では入っておりません。それから非常任メンバーがですね、3カ国で、18ヶ月で交代するという、いわゆるローテーションのシステムを取っておりました。で、ちょっとついでになんですけども、しばしばこの核協議の話をするときに、二国間協議の問題が出てくるのですけれども、基本的に、二国間協議というのは、イギリスと、アメリカの間の、首脳間の交換書簡というのが基本的な形でありまして、私が直接見ているのは、ジョンソンと、ウィルソンの間の交換書簡でありますが、それぞれ、アメリカがイギリスに配備している核兵器をイギリス領内から発射する場合、ないし、イギリス領内に対して核攻撃を行う場合は、事前に通告をするというのが一応、その書簡の文面となっております。
それ以上のものでもそれ以下のものでもないんですが、まあこの辺はどうやら解釈の余地を残したということのようでございます。で、西ドイツとの間でこういうものを結ぼうという話が66年ぐらいに出ておりますが、ちょっとこれがどうなったのか、私も十分確認できておりません。あと、68年にジョンソンが NATO 諸国に対して同じような二国間協議の約束をしたという話を、あるんですが、どこかで読んだはずで今回探してきたんですが、ちょっとすいません。まだきっちりとは確認できませんでした。ただ、確かそういうようなお話があったかと思います。いずれにせよ、二国間協議というのは、まあ、非常に限定的なものであるということで、アメリカの核戦略全体に関わるような議論というのは基本的には NPG で行われると、そういう形になっております。NPG における協議の内容なんですけども、まあ、当然のことながらですね、極めて機密性の高い、核戦略の、議論でありますので、なかなか文書として空いてくることはありません。特に NATO の公式文書はですね、非常に、NATO はどうも、アメリカやイギリスと比べると、機密のルールが高いらしくて、NATO の公式文書としてはなかなか出てまいりません。で、結局、アメリカ、イギリス、あと、ドイツなんかの、外務省、関連、ないし国防省のですね、文書の中から断片的に出てくるものをかき集めなければいけないということで、私もそこまで徹底的にできているわけではございませんが、まあ、確実に言えるのはですね、65年11月、特別委員会の協議が行われたときに、今の荒垣先生のお話にもありました、情報の提供ですね。核兵器に関する情報の提供を、マクナマラが非常に具体的に行って、それが、西欧諸国に対して非常に強い影響を与えた。つまり、アメリカが本気で、核協議に取り組むようになったんだと、そういう印象を残したというふうに言われております。それからですね、NPG における非常に重要な成果と呼ばれるのが、まあ、暫定政治指針と呼ばれるものでありまして、これはまさにですね、ソ連が攻めてきた場合にどのタイミングで核兵器を投入するか、核兵器使用のタイミングの決定に取り組んだですね、非常に重要な文書であると言えます。で、これについてはですね、参考文献にも挙げておりますが、防衛大の小川先生が非常に、きっちりとした研究をなさっております。私もちょっと機会があって、この論文を拝見してからですね、イギリスの文書館行ってまいりましたけれど、行って、多分同じファイルを見てまいりましたけども、かなり、限られた情報しか公開されていない中で、可能なものをフルに使って、非常に、実証的に書かれた議論であるかと思います。で、この NPG におけるですね、暫定政治指針のメリットというか成果としてはですね、まあ、アメリカを中心とした核兵器をどのタイミングで投入するかという、まあ、ある意味ではアメリカが独断で今まで決めてきたことを、NATO で、より具体的にはですね、アメリカのみならずイギリス、西ドイツの3カ国によって決めたということはおそらく非常に大きな成果であったんだろうと思われます。で、特にですね、自らは核保有国でなかった西ドイツが、この、暫定政治指針の作成に参加したということは非常に大きな意味があったと思われます。ただ、その一方でですね、中身については、どうもちょっと、小川先生、この暫定政治指針の本文は引用しておらず、私もイギリスで見つけることができなかったので、おそらくまだクローズなんだと思われますが、したがって、これはちょっと小川先生の評価をそのまま利用いたしますが、初期使用の時期、要するに核兵器を投入するタイミングについては、状況に応じて適宜に政治的決定をする必要があるというですね、何も決めてないのと変わらない決定でありまして、先ほど荒垣先生のおっしゃったですね、マクナマラが求めた共通認識というものは結局できなかったというふうに言わざるを得ないであろうと思われます。で、一方ですね、NPG 形成の時から、問題になっておりました、NPG 拡大という問題がですね、早くも、この68年から69年にかけて、問題となってまいります。1968年4月に行われたハーグの NPG 閣僚会談で、
非常任メンバー、閣僚会談に参加する資格を失った、資料ですと、ロテイトアウトという表現を使ってましたけども、まあ、ローテーションから外れたですね、非常任メンバーであっても、事務レベル、それから常駐代表レベルの協議に参加するということを決定いたしました。で、これはですね、68年の7月に、ローテーションから外れるカナダとオランダがですね、引き続き NPG の議論に参加する関与の必要性を訴えたためでありました。ただし、これに対してはですね、アメリカ、イギリス、それから西ドイツが非常に強く反発をいたしまして、イギリスの文章を読んでると、カナダやオランダの言っていることはアブサートであると、馬鹿げていると、いうふうに言いつつ、まあ、しかし無視するわけにもいかないから、妥協点として、閣僚会談は外れるけれども、まあ、事務レベルでは参加させようというところで落ち着けようとしたというところでありました。ちなみにこの時、アメリカ代表はですね、あんまりごちゃごちゃ言うともう情報提供しないぞと。そういうようなですね、かなり露骨な脅しをかけて、NPG の小規模にすることに、この段階では非常に強くこだわっております。で、ただその翌年にはですね、ノルウェーが NPG にすんなり参加しまして、NPG は7カ国体制から8カ国体制へと拡大いたします。ちょっとこの理由はですね、私も調べきれていないのですけども、これは推測になるのですが、まあ、いわば NATO のノーザンフランクといいますか、まあ、北縁に位置するノルウェーの地理的な状況がおそらくは評価されたんであろうと思われます。というのはですね、先ほど非常任メンバーはローテーションすると申しましたけども、このうちトルコかギリシャは必ず NPG の中に入るように調整がされておりました。というのは、まあ、要するに、地中海方面を、にいるの、地中海方面、まあ、特に、なんて言いますか、イタリアと違って、かなり、黒海に近いあたりにいるですね、に存在するのが、まあ、この2カ国ということで、両国のどちらかの見解は必ず NPG に反映されるようにという、そういう、ローテーションが組まれていたようです。この理屈からいたしますと、まあ、おそらく北方方面でも同じように、メンバーを一つ確保しておくべきという、こういう地理的な、点からですね、ノルウェーについては受け入れられたのかなというふうには思われます。ただ、こうやってですね、だんだん NPG が拡大してまいりますと、まあ、小規模の議論という、小規模の閣僚レベルの議論という、まあ、マクナマラが想定していた NPG のメリットというのは、やはり失われてくることになります。で、実際ですね、1979年には、NPG がすべての参加国に、門を開く、どの国でも参加できるようになるのですけども、それに並行して NPG は、NPG の実用性を疑わせるような事態が起こります。つまり、NATO の二重決定における NPG の無力さといいますか、二重決定における、同盟内大国の重要性でありました。すなわち、二重決定の骨子、まあ、これは皆さんももうご案内のこととは思いますけども、念のため申し上げれば、アメリカの保有するパーシング2とかトマホークのような、中距離核ミサイルを、西ヨーロッパに配備し、かつ、ソ連に対して中距離核戦力の、軍備管理交渉を訴えるという、この二重決定のですね、骨子が決まったのは NPG ではなくて、アメリカ、イギリス、フランス、西ドイツが行った、グアドブール首脳会談でありました。で、まずここにはですね、NATO の、まあ、NPG の加盟国、NPG が利用されていないこと、それから NATO の統一軍事機構に入っていないフランスが参加していることということで、やはり従来の議論とはかなり別のレベルで行われたと考えられます。で、このですね、グアドブール首脳会談を、いわば主導いたしましたのは明らかに西ドイツのシュミット首相でありまして、彼はですね、ソ連の SS-20 配備に対して NATO の対応を求め、そもそものこの二重決定に至る、プロセスを開始したのみならずですね、フランスのジスカールデスタンに、ジスカールデスタンをいわばそそのかしてですね、首脳会談を開かせるという、こういう行動をとっておりますし、どうやら当時の報道レベルでも、シュミットが主要な役割を果たしたというのは広く認められていたようです。
ただこれに対してですね、当然ながらグアドブールに参加していなかったNATO 諸国の反発、まあ、特にイタリアの反発が非常に強くてですね、これ以降核政策に関する首脳会談というのは行われないことになります。またこの同じ年にですね、 NPG がすべての自由参加になったということは、もしかしたらこのグアドブール首脳会談に対する反発を抑える目的があったのかもしれません。さて、ちょっと次は飛ばさせていただきまして、冷戦終結と NPG の方に進んでいきたいと思います。もう非常に簡潔に申し上げて、冷戦終結の前後に NPG は大きく役割を減じるようになります。でこれはやはりですね、NPG が必要とされたそもそもの原因、つまりソ連の通常戦力の脅威があまりに大きくて、どこかで核戦力を先制投入する必要があるという、この前提条件が崩れたから、ソ連の脅威が減少したから、議論の必要がなくなるという、おそらくそういう理屈であったろうと思われます。で、冷戦終結前後ですね、アメリカのブッシュ政権は様々な核政策の変化、例えば、短距離核ミサイルの削減であるとか、短距離核戦力の削減であるとか、新型の核ミサイル、短距離核ミサイルの配備計画であるとか、こういう議論を行っていきますが、ここにほぼ NPG で議論したという形跡はほぼ見られません。それから冷戦終結後、ソ連の消滅後はですね、核兵器使用のタイミングというものが重要性を失いますので、NPG の開催は減少していきます。それから、2007年でしたか、いつでしたか、すいません。ちょっ と頭飛んでおりますが、フランスが NATO の軍事機構に復帰いたしますけども、依然としてフランスは NPG には参加していないということで、現在、少なくとも冷戦終結期の NATO における NPG の重要性というものは、非常に減少したということができるかと思います。で、最後に、非常に限定した資料に基づいてではありますが、NATO における核協議の評価というのを行っていきたいについてちょっと申し上げたいと思います。まず一つはですね、拡大抑止の信頼性をめぐるディレンマ、いわゆる見捨てられの恐怖というですね、このディレンマの解決策として、核協議がほぼ定着したというふうに考えてよろしいか、いわゆる核共有というのがかなり、なんと言いますか、現実的な手段ではなくなっているというのが、おそらくこの NPG によって、確定したんで、定着したんであろうというふうに考えられます。ただその一方でですね、NPG のような核協議が必要になるというのは、やはり、核兵器の先制使用が不可欠であるという認識が根強い、冷戦期 NATO の特殊事情というものを考える必要があるかと思います。で、ちょっと気になりましたので、ウクライナ危機が始まってからのですね、NPG が何かやってないかをちょっと、調べてみたんですけども、少なくとも NATO が何か NPG でこんな議論をしたというコミュニケを出した形跡はありません。つまり、少なくともオフィシャル、目に見えるような形で NPG がウクライナ危機に対して何かしたという状況にはなっておりません。それから、2022年6月の NATO マドリッド首脳会談で、新たな戦略概念というのが採択されましたが、この時の宣言では、核兵器にはほぼ触れておりません。あと、来る時の新幹線で、実はちょっとこの戦略概念目を通したんですが、それほどですね、核の重要性は話をしていないというか、NATO が核兵器を、すいません、ちょっと記憶で喋ってますが、NATO が核兵器を使わなければいけない事態はリモートであるというセリフが、22年6月の段階でありますので、核を使わなきゃいけない、そういう切迫性はない。したがって NPG も活用されていないという状況になるのだと思います。あと、この後の日米関係との話を踏まえて、ちょっと一点だけ気になったのがですね、核協議っていうのはもしかしたらかなり属人性の高いものかもしれないというところでありまして、やはりマクナマラは、自分が核戦略のことをよく知ってると思っていて、で、ペーパーもなしで、アドバイスももらわずに、喋ることができる。そうやって、同盟国の、国防大臣を説得すれば、自分の思うように行くと思ったからですね、NPG という非常にクローズなものを提案したんじゃないかという印象がどうも拭えないんですね。で、シュミットに関しても同様でありまして、西ドイツ
にお詳しい、もう岩間先生もよくご存知かと思いますが、シュミットはもう自分が防衛安全保障の専門家であるということに非常に強い自信を持っている人であり、で、特に当時のアメリカ大統領はカーターで、シュミットから見ればカーターはド素人ですので、そのド素人のカーターをですね、ブレジンスキーとかがいないところで説得してしまえという、そういう腹積もりがあったんじゃないか。で、あとはですね、これ、すいません。ちょっと時間を超えますが、もうちょっと加えさせてください。アメリカにおける国防長官といいますか、長官というのは、閣僚ではなく、上下両院の議員と兼任もできない。そういう意味ではかなりプロフェッショナルを選ぶことができるのに対してですね、ヨーロッパ諸国、まあ日本もそうですが、議員内閣制とかを取ってるとですね、結局、有力な政治家、それは必ずしも防衛問題の専門家とは限らない人が閣僚になるっていうところで、実は閣僚会談ってどのくらい使い道があるんだろうというのは、ちょっとこれを見ながら、改めて考えたところでございます。ちょっとオーバーいたしましたが、以上私の報告とさせていただきます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。次、吉田先生に移るんですが、その前にちょっと今日、この本のお披露目ということで、今日は、まあ、代表して、新垣先生と小梨先生に、発表していただいておりますが、他の執筆メンバーも、この場に来ておりますので、ちょっとご紹介させていただければと思います。今の第1章担当が新垣先生で、第2章が倉科先生、で第3章私がドイツを書いてありまして、第4章イギリスと核兵器を書きましたのが小林博之さん。ちょっと立ってください。はい、ありがとうございます。それからフランスの話は結構出ておりまして、フランスはこの間ずっと独自の政策を取り続け、核共有にも核協議にも参加せず、という立場を取っておりました。フランス担当した国保千早先生です。はい、それから、先ほど来の、まあ政治的なそのコミットメントの象徴、これね、我々はやはりその軍事的な制度というより同盟管理の制度だと思ってるんですけども、そういう政治面を扱っていただいた6章、冷戦期ヨーロッパにおけるコミットメントの象徴をしたのはアメリカの核兵器担当した合六剛先生。はい。それから、非常に特殊な面が、これはずっとこれ並行して、今 NATO の核の話してますが、ヨーロッパの核っていう、こう幻のようなものがずっとあってですね、それは、折に触れ、ふっと現れるんですね。今もでもフランスのマクロンがイランのことって言うし、そういう面でユーラトムっていうのは初期の段階において、そのヨーロッパの核のなる可能性はあったんですけども、こういうまあ制度が定着したことによって、また別の役割を担っていったということを担当していただきました。第7章、ユーラトムとヨーロッパの核、川島修一先生です。それから、最後に、まあ、我々も、こう書いてる間に、研究始めた当初はこんなにリアルな問題になるとは、夢も思わずに始めてみたところ、なんか現実の方がどんどん追いついてきたので、ではまあ、アジアのことを考えるチャプターも一章入れようかと。いうことで、欧州とアジアにおける核の基地、非戦略核をめぐる試行実験ということで、後ろ方慶太郎さんにも、執筆いただきました。ありがとうございました。以上が本の内容の紹介になります。それではですね、ここからは今のことを踏まえた上で、まあこれからの日米の、核協議というものをどういうふうに考えたらいいんだろうかというまあ材料を提供する上で、歴史面について、日米同盟における核協議その概要来歴課題ということで、吉田慎吾先生、近畿大学吉田先生お願いいたします。ご紹介にあずかりました吉田と申します。よろしくお願いします。私は、この核共有の現実の執筆は、執筆人ではないのですが、普段、日米同盟の歴史を研究しております。本日は、そこから、まだそこで、調査が進んでないような新しい時代も少し含まれておりますが、これまでの研究で得られた知見をお示しして皆さんの議論の材料を提供できればというふうに考えております。まず、タイトルなんですけれども、お配りした資料に鍵括弧を付け加えていただけると大変ありがたく存じます。まあ、
付け加えて、付け加えるのを忘れてしまったんですけれども、これは一つ、実は意味がありまして、どういう意味かというと、まあ、NATO でいうところの、その運用面にまで入り込んだ協議というのは日米ではまだ行われていないのではないかというふうに思いましたので、鍵括弧付きの核協議とさせていただいて、少し広くとって核に関連する話をするような協議というふうに考えさせていただきたいというふうに考えております。で、その概要に移りたいと思います。まあ、これまでの研究で、まあ、その核のそれなりに、内容のある話をしている、場面というものを何度か目にしてきました。まあ、その、協議を一覧化したものがこの表です。まあ、1960年代あたりから核に関する、協議が日米間で行われていることが、ここでわかります。この表から3点ほど、指摘させていただきたいと思います。まず1点目が、まあ、戦略と言いますか、まあ、どちらかというと、まあ、この言葉が適切かはわからないんですが、戦略系、あるいは軍拡系の、協議と、軍備管理軍縮系の協議、まあ、核に関するその2つの、後で、デュアルトラックとかダブルトラックとかいう言葉を使いますが、含まれていることを指摘したいと思います。まあ、上から2段目の SSC だとか、その、まあ、最後の EDD なんかはどちらかというと戦略系、軍拡系、まあ、ビルドアップの方なんですが、それに、とは違ったトラックで、その軍備管理軍縮方面にどう対応するかということを話し合うような協議も実は日米間では結構、行われていることが、明らかになります。まあ、特に1986年に設置されたこの日米軍備管理軍縮協議というのは、まあ、軍縮、国連局の軍縮化が中心になって設置して、悪だ、長官なんかと協議をするという、まあ、チャンネルになってたわけですね。まあ、これが1点目ですね。で、2つ目に指摘したい点が、特に、真ん中辺に多いんですけれども、ハテナ、いつ終わったかわからないけれども、あんまり開かれてないような印象が多い、ものが、多いということです。要するにアドホックな、状態が、しばしば生じているのが、この日米、における核協議の一つの特徴かなというふうに思います。まあ、これも終了もいつ終わったか、明確にはわかります。わかっておりません。ただ開かれなくなって、いて、まあ、最後確認はこの辺までできそうかなというのが、この、あたりという、ところですので、これが明確な終了年というわけではありませんが、まあ、大体、その後開かれなくなるケースが、まあ、散見されるというのが2点目です。で、3つ目は、ちょっとこの表からは、なかなか読みにくいんですが、協議がワシントンで行われる、あるいは協議が行われたことが秘密にされるケースが多い、あるいは多かったというのが3つ目の特徴として言えるかと思います。まあ、NATO だとかなりオープンに行っているとか設置したということをオープンにするケースが多いんですが、ね、日米では特に、1960年代、70年代はそれは行わず、秘密にする、というケースが多いです。まあ、おそらく皆さんもご推測の通りだと思いますが、国内に特殊な感情がありますので、それを刺激しないように、まあ、秘密にすると、政府間だけで終えて、かつ、東京よりも、より人目につきにくいワシントンを選ぶ、そういうケースが多いように思われました。まあ、実は、上から2段目の SSC、現存する非常に重要な協議ですけれども、これも当初は設置するこしたことを秘密にしておこうと。いうふうに、まあ、日米間では話し合いがなされていたほどです。で、すいません。以上3つを指摘したいんですが、先ほどフランスの話が出たので1点だけ足したいと思います。何かと言いますと、最近私、1980年代の、日米のその INF に関する協議を調べているのですが、その過程で最近分かったことが、日本は、まあ、INF だけが原因ではないんですけれども、NATO とのチャンネルを太くしようとしたのがちょうどこの1980年代です。まあ、最近分かってきたんですが、どうも、その対ソ制裁、まあ、1979年のアフガン侵攻の後の対ソ制裁で、対ソ制裁、まあ、アフガン侵攻とあったポーランド、ですね、ポーランド におけるアメリカの、
対ソ制裁に関連して NATO とのその連携を深めようというのが日本の考えだったんですが、それはフランスの反対で却下されてしまって、日本はヨーロッパ各国とのバイのチャンネルを強化せざるを得なくなると。まあ、1983年の前半にそういう動きがあって、かなりフランスには恨みつらみを、ぶつけてるような印象です。断られた、断られたというのをイギリスとかイタリアとかドイツとかフランスにも言うと、そういう、ことが、最近分かってきました。まあ、これはちょっとまだ、全然論文には書けてないんですが、どうにか頑張って形にしたいなというふうに考えております。まあ、これは、余談でカットはちょっと、離れてしまいますが、フランスの話が出たので、実はやっぱりフランスの立ち位置っていうのは特殊なんだなっていうのが、やはり、改めて確認できると思います。で、これが概要になります。あ、ごめんなさい。あと1点訂正させてください。これも先ほど気づいたんですけれども、TMD に関する日米作業部会というのが、冷戦後にできているんですが、これは課長クラスで、その中米公使と PM 局次長っていうのは別のところコピー&ペーストしてそのまま残してしまったという、私の単純ミスです。で、課長クラスとしかまだ分かっておりませんが、これは訂正させてください。以上が、簡単な概略になりますので、次が来歴となりますが、まあ、これがを説明すると長くなってしまうので、かいつまんで説明したいと思います。これ、ここでも3つほど、指摘させてください。1つ目が、先ほど申し上げた戦略系、軍拡系の協議と軍縮系の協議はしばしば1つの協議体の中で行われているということです。まあ、例えば、SSC がその代表例だと思います。SSC、設置された当初60年代の、67年ですが、しばらくは、ABM の話をしてました。まあこれも広く言えば核の問題。まあ広くというか、まあこれ核兵器そのものですけれども、防御的な核兵器で、これはアメリカが配備すると。で、日本との核、この ABM 共有の話なんかも出てくるのが60年代です。まあ、これはどちらかというと軍拡戦略系の話なんですが、70年代に入るとソルトの話、まあ、これは軍備管理の話になってきます。まあ、その軍備管理の話を一つの同じトラックの中でし、で、まあ、これは通常戦力じゃないかというふうに思われるかもしれませんが、80年代になると、シーレン防衛の話が、なされます。で、後で触れますが、これも広く捉えれば核の話につながってきている。まあ、これアジアの特殊性なのかもしれませんが、中上戦力と核戦力をあまり切り離せないような、状況が、生まれていますので、まあ、これも広く取れば核協議というふうに言えるかな、なんていうふうに、考えた次第です。まあ、いずれにしましても、この SSC に見られるように一つの協議の中で、まあ、軍縮系の、軍拡系の話と軍縮系の話、両方がなされるケースがあるというのが日米協議の特徴かなと思います。ちなみにこれもまた余談になりますが、この SSC の設置が1967年で、日本は NDAC とか NPG をかなり意識してこの SSC を設置したということが言えます。日本側から NDAC ってどんなものだとか NPG ってどんなものだということをアメリカ側に聞くケースが多いし、まあ、やっぱり NATO 並みっていうものに日本の頭が結構、まあ、支配されるケースがあるように思われます。で、アメリカは特にそれを意識するんですね。日本っていうのはやっぱりこのプライドをかなり重視する国であって、NATO 並みに扱われないと、あんまりいい方向に行かないケースがあるなんていうことをしばしば、考えます。まあ、ちなみに先ほど、倉島先生が、最後に触れてくださったマクナマラですが、この SSC の設置に際して、私が東京へ行こうかと、そうすれば NATO 並みにしていくだろうということを、言っている、場面があります。まあそれほど、まあマクナマラも、まあこの SSC の、存在を重視していましたし、日本のその感覚、まあステータスへの欲求というものに、敏感だったということは言えそうです。あと、最近の話、私の最近の話になって恐縮なんですが、80年代のその INF に関する日米協議、これ、が設置された理由が、まあ、日本はこの当時ソ連が宣伝罹患工作をかなり活発に行っておりまして、まあ INF といいますか SS20 を利用しながら日本に脅しをかけてきたり、あるいは日米間、日欧間の罹患を図ってきたりという、
行動を見せます。まあ、これに、日本、が、かなり警戒を抱きまして、アメリカとの、情報共有をもっと密にしなければいけない。先ほど倉島先生が触れてくださった SG、まあ、当時は SCG に変わってますが、SCG、あとは HLG の議論、全部ここでブリーフィングしてもらうということを、日本は、言って、まあ、アメリカもそれを受け入れる。かなり詳細に SS20 のその配備状況なんかも教えてくれたり、HLG とか SCG の中の議論も全部聞くなんていう、ケースが、あります。これが2点目ですね。すいませんね。あ、ごめんなさい。2点目が日本の動機です。で、もう一個触れたかったのが、その NATO の模倣と、ソ連の罹患と、もう一つは、アメリカの拡大核抑止の信頼性を維持するためにも、やはりアメリカとの協議を密接にしておきたいというのが日本の動機に比較的多く見られるということです。まあ、SSC もまさにその通りですし、まあ、これは新聞情報に頼った段階です、状態ではありますが、EDD が2010年に設置されるときにも、やはりこれが大きな要素になっていたということが言えるのではないかと思います。で、三つ目が、アメリカの動機ですね。アメリカの動機として、日本を統制する、ということが、まあ、しばしばアメリカの考える、ことになっております。まあ、統制という言葉が、適切かわからないのですが、ここに二つの意味を込めてます。アメリカがしばしば日本を統制しなきゃいけないというふうに考えるときは、一つは中立化してアメリカから離れて、いくんではないかというふうに考える。もう一つは核を持っちゃうじゃないかというふうに考える。まあ、この二つを合わせて統制なんていうふうに呼ばせて呼んでおります。まあ、それを防止するために先ほど申したようなステータスに配慮する。日本のプライドを満足させてどっか行かないようにする。あるいはそのアメリカが提供する拡大核抑止の信頼性を高めて日本が核の傘に依存できるような状態を作り出す。まあ、こういうことをしばしばアメリカは考えているというのが、3つ目の、指摘したい点となります。まあ、今言った3つが比較的、日米協議の、まあ、来歴に強く影響しているということを、指摘しまして、もう最後になりますが、NATO の核協議との際、を歴史の示唆、まあ、奇妙な言葉ですが、歴史の示唆と絡めて、お話ししたいと思っております。まあ、NATO の核協議との際、3つ挙げたいと思います。1つは、日米同盟では核協議と通常戦力の協議が一体で行われる一方、NATO では、その両者が比較的分割して行われている、ということです。で、これは歴史もそうですし、現状もそうなっているのではないかなというふうに、思われるような、文書が、最近外務省のホームページに、載っていました。まあ文書というほどではないんですけれども、この EDD が先月に開かれまして、この EDD の、開催報告が外務省のホームページにあって、そこにこのようなことが書いてありました。日米は、河川は私が強調した部分ですが、日米は地域における抑止に貢献する通常戦力及びアメリカの核戦能力を検討し、同盟の戦略体制の最適化、うんぬんかんぬんと。まあ、通常戦力とアメリカの核戦力を、まあ、一体で、協議しているということがここから伺えます。なぜこういう形になったのか。これはまあ一種の日米同盟の伝統だと思うのですが、まあ、大きく分けて2つ理由があるかなと思いました。1つは核依存度の低さです。先ほど荒垣先生と倉島先生が強調されたように、NATO だと核への依存度が極めて高い。これに対して日米同盟はやっぱり核の同盟ではないなというのが、私の感覚です。もちろん核の同盟という要素はあるんだけれども、通常戦力の方が色が濃いなという、印象ですね。なんでそうなるのか。まあ、これもいくつか理由を考えてみたんですが、一つは、NATO が戦う際は、ヨーロッパの平原。これに対して日米が戦う際はおそらく海。の上になるケースが多いのかなと。もちろん朝鮮半島という、例外的なところ、あるいは台湾と、
まあ、朝鮮半島は例外的なんですが、多くは海がありますので、まあ、あの、宮下山教授が言うようなストッピングパワーオブウォーターのような要素がもしかしたらあるのかもしれません。少なくともその、通常戦力、まあ、戦車とか兵力のバランスというの、インバランスというのはアジアでは起きにくい、ということが言えるかなというふうに思います。また、それとも関連しますが、先ほど荒垣先生がおっしゃった、その1対25とか1対4から6とか、まあ非常にこう、インバランスな出場戦力の差がアジアではない。そこまでは、インバランスではないと思いますので、まあここから核に頼る必要がそこまでなかったからこそ核への依存度が狭まったと。これが2つ目です。で、3つ目、あとは、脅威が、日米にはたくさんあるんですよね。どういうことかと言いますと、NATO の正面だと、NATO にとっての脅威はソ連、まあ、ほぼ一枚岩の、WTO、ワルシャ条約機構ですが、日米の場合は、ソ連も脅威ですし、中国も脅威ですし、まあ、これ言うとまずいのかもしれませんが、あるいは北朝鮮も脅威かもしれない。まあ、脅威がいっぱいあるし、しかもそのグレードが様々で、それに一括して対応するっていうのはおそらくもう不可能なんだろうなというのが私の感覚的な印象です。例えばソ連の脅威に対応、ソ連とかロシアの脅威に対応するようなものを作ればそれは北朝鮮に、というもっと低次元の脅威に対応するものになり得ないのかもしれませんし、今度はグレーゾーンのようなものに対応しようとするとまた別の努力が必要になる。まあですので、よりいろんなものに対応しやすい、いわゆるジェネラルパーパスフォーシーズの方に力力点が置かれるようになったのかもしれないなんていうのが、私の感覚です。あとは、反核感情ですね。日本の反核感情というものがあるからこそ、そこまで核に頼れない。まあ、そういう状況があったのではないかと。で、この核戦力と通常戦力が、まあ、一体として扱われているのは、まあ、おそらく、拡大抑止の信憑性と信頼性を向上させる効果があるんだろうと。いうふうに思っております。一つは政治的効果で、これは、SSC の設置の際に上がった議論ですけれども、日米の通常戦力での役割分担を、しっかり進める。日本が通常戦力を増強する。これこそが実は、拡大核抑止の信憑性を高めるゆえなんだという議論が日本側からなされています。どういうことかというと、アメリカの心象を良くすると。日本も頑張ってる。だから核を使ってでも守ってやらなきゃいかんという感情を高められる方向に持ってった方が得だろうというのが日本側の一つの考え方で、おそらくそれは現在もその要素はあるんだろうというふうに、感じております。で、二つ目は、これは私は素人なんですけれども、その軍事的にも、通常戦力と核戦力が連結する要素がかなり強いので、まあ、実際通常戦力と核戦力を一体で考えた方が、その通常戦力、核戦力の面で、アメリカの拡大抑止の信憑性も高まってくるんではないかと思います。まあ、空母だとか、爆撃機だとか、アメリカの兵器もそうですし、まあ、ソ連側の兵器もそうですが、しばし、両用兵器がほとんどです。まあ、これはその戦域の問題とも関わってくるかもしれませんけれども、ですので、その通常戦力を高めれば、高めて、相手側の、その両用兵器を、相殺するような能力が高まれば、それは核戦力の相殺にもつながります。まあ、ですので、これ、やはり一体化しているので、一体で議論する方が、まあ、効率的なんだろうって思われます。まあ、これは現在もそう、そのように、そうなのではないかなというふうになのが私の感覚で、ミサイル防衛、MD や、その最近の反撃能力、敵基地攻撃能力。まあ、これによって、両用ミサイルを減問させることが可能ですので、これも一体化するからこそ、まあ、この核戦力と通常戦力が一体で話されているのかなというふうに思います。すいません。時間が押しておりますが、ちょっと駆け足で次に行きたいと思います。で、先ほども申し上げましたが、日米の核協議では、戦略軍拡協議と軍備管理軍縮協議が
一体化ないしは、まあ、意図せざる結果かもしれませんが、持続的にずっと併存してきている。これに対して NATO は、一時期その HLG と SC、SCG というものが、まあ、デュアルトラックであったわけですが、まあ、この SCG が1980年代以降あんまり活動しているようには見えなかったので、あ、ここでなくなっちゃったのかなというふうに思っていましたが、思っていました。まあ、これに対して日本は、日米では継続的に、2つのトラックが、存在しているということが言えそうです。で、現在も、ED と、日米軍備管理軍縮不拡散検証委員会とちょっと長いんですが、が並行している状態で、です。ただ、先ほど最初に申し上げたアドホック性を解消する必要性はありそうかと考えております。と言いますのも、この日米軍備管理軍縮不拡散検証委員会というのが2016年以降開かれていないそうなので、まあ、こちらをもう一度再活性化させて、デュアルトラックを維持する方がいいんだろうと思います。あとは、このデュアルトラックを統括するような組織が上にあると、より整合性が取れるかな、なんていうふうに思った次第です。で、この、まあ、デュアルトラックが必要だというふうに考える理由ですけれども、まあ、岩間先生がこの本の中で最後に、やはり軍縮の方もしっかり見る必要があるというふうにおっしゃられています。まあ、それ自体もその通りだと思いますし、私が最近の研究で明らかになって、分かってきたことは、その軍備管理軍縮って、実は相手方による分断工作の非常に重要な手段になり得るんですね。まあ、最近、インターナショナルセキュリティのに載った論文も、にもそういうものがあります。ボストンカレッジの、ね、ティム・クロフォードが書いた論文ですけれども、その軍備管理軍縮っていうのは、実は、相手方の分断、ウェッジ、ストラテジーに寄与しやすいので、ということになります。まあ、ですので、それに備える意味でも、軍備管理に関するトラックというものを、もう一度再活性化させる意味があるのではないかなというふうに思った次第です。これが、二つ目です。で、最後の、NATO との差異が、三つ目になりますが、核協議、カッコ付きの核協議 vs 核協議プラス核共有ということになります。まあ、NATO では核協議プラス、まあ、核共有、という形態になっていますが、井山先生がこのご著書の中で、明示的に記されている通り、核共有制度なしの核協議は十分可能で、日米では、これまでも、核協議がなされてきたと、事実があります。まあ、ですので、やはり核協議は、核協議なくても、十分に行うことができるというのが、私も、同様に考えていることということになります。ただ、一点だけ、歴史研究者として、まあ、提供できる、素材が、1960年代、まあ、アメリカいろいろ考える国ですので、日本との核共有を、いろんな、手を変え、品を変え、考えていたということだけ、ご紹介させてください。先ほど ABM、の共有の話をしましたけれども、1960年代、初頭から、まあ、アメリカの、核弾頭を、日本に貯蔵して、それをどうに、まあ、まあ、核貯蔵という形で共有するとか、あるいは、航空自衛隊の飛行隊を空母に乗っけて、デュアルケーパブルの、飛行機、艦載機、を使えるようにしておくとか、まあ、いろんなことを考えていたということです。ただ、この核協議だけ、の日米同盟にとって重要な問題というのは、まあ、NATO でも結局、難しいというのが、分かってきたところではありますが、その具体的な運用面まで、どこまで踏み込んでいくかということだと思います。まあ、核の運用っていうのはアメリカでも非常に、機密が高い問題で、日本がどこまでその運用面まで入り込めるかというのが今後の課題かと思います。が、先ほど挙げました、外務省のホームページ、を見てみました。こういう記述がありました。今回の ED では、そのこれまで ED の議題に定期的に含まれていた省庁間の機上演習を実施したと。演習まで実施したということが明記されています。まあ、少しずつこう運用にまで踏み込んでいって、で、実は私 ED って議長クラスだけが行っている協議かと思ったんですが、これ、最近、
アメリカのサイトに出た写真で、まあ、かなり大デレゲーションですよね。日本でも、その、制服を着た、自衛官の方が、この ED に参加されて、演習にまで、入られているのがこれでわかると思います。まあ、だいぶこちらも、だから運用面まで踏み込んできているのかなというのが最近の印象ですね。まあ、この中身は、全然知り得ませんが、まあ、こんな素材を、ね、提供できればと思います。すいません。どんどん時間が、過ぎていますけれども、最後に、終わりにで、エミュレーション、について、問題提起ができればと思います。しばしば、その NPG 型の防衛省協議を、日本でも作るべきだ、あるいは核共有すべきだ、NATO 型の核共有をすべきだ、という議論がなされます。まあ、NATO の、エミュレーション。日本ではしばしば昔からなされてきたことですが、これがどこまで妥当でどこまで必要なのかということはやはり考慮する必要があるというのが私の、まあ、一種の結論をめいた、考えでございます。まあ、丸1から丸2、丸3まで、まあ、戦略環境、先ほど申し上げたようなその海洋があるということや、特に日本ですけれども、その政治的、社会的特殊性、まあ、反核感情がある国が、その核協議、核共有どこまでできるのか、という問題もあります。あとは、そもそももう出来上がってきたいい制度が、少なくとも協議面では、日米にありますので、これを活用する方がいいのかな、なんていうふうに思います。例えば、その防衛省協議も、すでに日米では定期的に、もう1975年からやってますから、かれこれ50年近く、50年近くやってるわけですね。まあ、ですので、屋上を重ねる必要があるのかなというのが、正直なところではあります。そうですね。で、あと、最後に触れられなかった相違として、まあ、日米は二国間である一方で、NATO は、まあ、当然ながら多国間協議です。まあ、10年ぐらい前の、統計学に、統計的な実証に基づいた研究で、多国間協議の方が制度化のレベル上がりやすいということが言われていました。まあ、おそらくそれはその通りで、意思決定の、方法が難しいからこそ制度化してしっかり意思決定できるようにしなきゃいけない。まあ、日米では、必ずしもそこまで意思決定が難しくないから、制度化のレベルがそこまで高くないのかもしれません。ただ、まあ、ここまで制度化しっかりしているので、まあ、それを十分活かせしていく方が、効率的なのではないかというのが、私の、まずアパックの印象です。まあ、すいません。長くなりましたが、以上で報告を終わらせていただきます。はい。ありがとうございます。だいぶ時間を超えているんですけども、まあ、結構後半につながる大事な議論だと思いましたので、あえて止めずにやっていただきました。で、我々この NATO の研究をそもそも始めたのは、やっぱり実態をちゃんと分かってないと、その先の議論に行かないよねっていうことがあって、まあ、もう10年以上かけてこの勉強してきたんですけれども、それはこの最初の、荒垣先生と倉下先生の発表にあられてたように、NATO のケースってやはりとっても特殊なんですね。陸上でこう対峙していて、かつ通常戦力において、ソ連が圧倒的に優位であるという前提条件があるので、まず、かなり初期の段階で戦術核で報復すると。それがまず第一の条件で、そこから全てを解き起こすというのと、あとは何度もアメリカ側からの働きかけあったんですけども、通常兵力を大規模軍拡するということは取られなかったという意味で、柔軟反応戦略っていうのを採択したことにはなってるんですけども、それはかなり、まあ、建前であって、本音のとこは、大量報復からこう、ずれなかったというような状況があって、なので、まあ、我々もその NATO モデルが本当に、適切なのかと。まあ、日本は結構その核のことをあまり議論してこなかったっていう面は確かにあるので、それゆえにこの情報もすごくこう散発的にしか今ないですし、本当に何をやってるかのかよくわからないという面があって、まあ、我々ここ数年、オーラルヒストリー、吉田先生も加わっていただいてやってきたことは、日本はどのぐらい関わっていて、どのぐらい知っていたのと。で、こう、実はまあ、みんな思ってたより結構知っていて、結構ちゃんとやっていましたね、というのが、最近、我々が認識しつつあることで、まあ、今後、この80年代、
相当日本はいろんな面でプレイヤーになったし、あと通常兵力の、軍拡をやりましたから、その面でのその厚みっていうのも出てきて、そこは随分、そこでやはり核にもう一度走った NATO とは相当違うんですよね。で、あとは、私もこの最後の終章のところで触れたんですけども、これはウィリアム・ウォーカーの議論をもとに、その抑止の体系、いわゆる軍拡とか戦略の体系と、それから軍縮、不拡散の体系というのは、実はこう密接に絡み合って、一つの安定した秩序っていうものを作っているので、その中で核だけを切り取ってやってきた NATO っていうのは、実はすごく特殊なんだと。いう認識を私自身は少なくとも持っています。で、そのことはちょっと今出たばかりの中央公論の一番最初で新しい歌を歌い始める勇気をっていうのを書きましたけれども、まあ、吉田さんの今日のご発表だった新しい歌じゃなくて実はずっとレパートリー持ってたというお話だったのかなという感じいたしますけれども、ではここで一旦休憩を挟みまして、10分程度取りますかね。今、これは22分ぐらいですから、3時半から再開させていただいて、後半ディスカッションということにさせていただければと思います。では、皆さんには先生方どうもありがとうございました。